はい、どうも皆さん、ケジオです。甘神やっていきます。ということで、前回はさえちゃんから誕生日プレゼントをもらいまして、まあ内容っていうのがこれやなまさかの自分のね、あのいろんなコスチュームを着た写真集を渡すっていうね、なかなかの内容やったんやけどやばいよなマジ。まあ純一くんのためになら何でもするっていうスタンスのさえちゃんやから、まあアニメであったで、このシーンは知ってはいたんやけど本当にやるとは思わんかったな。ということなので、まあ誕生日も過ごせたということで、もうね、あとは会話イベントがいっぱい出てて、でもピンクの資格も全部取ったので、あとはまあさやな、これのフラグも取ってるので、最終週まではまあやっていく感じかな。で、そうデートに誘うイベントも確かあったもんな。なんで今回はさやな、まずデート誘おうかな。大事やからこれ。いい天気だな。週末も晴れるって言ってたし、どっか出かけようかな。でも一人じゃな。さえちゃんとどこか行ってみるか。いや行くに決まっとるやろうかお前。はい、よし、悩む前に誘ってみるか。はい、教室行って。教室にいるかな。さえちゃんは、お、いた。ミヤには見つからないように。なか、じゃなくて、さえちゃん。あ、先輩、私に何かご用ですか？あ、それとも、ミヤちゃんに？いや、ミヤじゃないんだ。ちょっと出られる？はい。真顔のさえちゃんでなかなかない気するわ。緊張するな。今週の日曜日ってなんか予定入ってたりする？え、日曜日ですか？特に予定はありませんけど。来ましたね。そっか、それなら、その一緒に遊びにでも行かない？え？デートです、デート。あ、ダメならいいんだけど。それってデートですか？そうです。ああ、うん、そうだね。どうした？さえちゃん？いいんですか？いいんです、はい。え、何？本当にいいんですか？うん、さえちゃんさえよければ。もちろんいいです。おう、いいに決まってます。キリッとしたな。そう、よかった。私、嬉しい。あ、ずっと行きたかったんやろうな。え？は？お、マジかマジか。おお、コントローラーうわわ、先輩おお、みんな見とるぞこの感触は、あー、バッチリですね。はい。あ、当たってるよ。わー、柔らかい。って違う。さえちゃん？はい。ああ。みんなが見てるから周りを見ろ。ああ、まあそんぐらい嬉しかったっちゅうことや。いやいいんだよ。
と言ったものの、やっぱり周りの視線が気になるな。それじゃあ日曜日に公園で待ち合わせでどうかな。はい。1時とかでいい？はい。じゃあ日曜に。はい。それでは失礼します。どこ行くんやろうな今回は。こうしてさえちゃんと出かける約束をした。あれ？思わず誘ったけど、どこに行くとか全然考えてないや。まあ、なんとかなるか。うん。いざとなれば、ゲーセンだな。お前、サエちゃんのこと何やと思ってんねん。サエちゃんやったらね、まあ別に、純一君とデートできれば、どこでも楽しいとか言うと思うけど、まあそこはやっぱしっかり考えなあかんやろ。最後まで。おい、あれデートやな。うん。じゃあ何日曜日やで。あ、もう7個とも会話か、これ全部。1、2、3、4、5、6。あー、6やで、まあ、今会話が7個やで、1回ミスってもセーフってことか。あー、なるほどな。どうしようか。まあ会話はするんやけど、まあ普通にやっていくか。うん、OK。いや大事やぞこっからマジ。はい。あれ、あそこにいるのって、さえちゃん。先輩、先輩から声をかけてもらえるなんて私嬉しいです。そんなにオーバーにならなくても。じゃないです。だってすごく嬉しいから。そっか。あ、今って平気？もちろんです。何のご用ですか？用っていうか、ちょっと話してもって思ったんだけど。はい、どんなお話ですか？至って普通なお話がいいな。うん、そうだな。あの、できればさえちゃんのテンションがね、下がらんようなお話が。そっか、ミドルからか。どうしよっかな。ここ下手に行ってもしゃあねえよな。勉強やな。うん。あ、2連続はないか。そういえば、高校に入ってから分度器や三角定規って使わなくなったね。あー、確かに中学校までやったな。そういえばそうですね。あー、コンパスもな。コンパスとかももう使わないんですかね。そうかもね。でもなんだかそれも少し寂しいな。そうですね。授業は難しくても文房具を使うのは楽しかったですからね。そうなんだそうなんだよね。なんか定規と三角定規使ってね、なんか2つの線を描くみたいなのもあったよな。で、あ、そっか、これおしゃれと食べ物。あ、前回食べ物の話して、なんか一部が大きくなるから一部ばっかに栄養がいくみたいな話になってテンション下がったんやったっけ。これそれの続きか。テンション下がらんかこれ。さえちゃんは甘いもの大好きなんだよね。食べ過ぎちゃうくらい。そっか。どうしてですか？あ、ミヤから聞いたんだけど、駅前のデパートでケーキバイキングをやっているらしいからどうかなって。あ、行きます。あ、行く？え、でも、そのケーキ好きなので。でもバイキングだよ、大丈夫？はい、食事抜きで行きます。ケーキだけで行く気その日。そう。それじゃあ近いうちに行こうか。もう日曜日に行ったらよくない？はい。うん。
あ、よかった、テンション下がらんかった。あれ後ろエッチじゃないよな。いや、まあこれ1回下がっても大丈夫か。4ターン、いやー4ターン目怖いな。え、待って、勉強行動か、選んどんの。いや、まあいや、行動でいこう。よしよしよし、OK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 。 改めて見るとさえちゃんは本当にちっちゃいよな。ミアくらいか。え、どんぐらいやろ身長。ちょっと説明書見ていい。どうかしましたか。身長、あ、書いてないか説明書に。あ、また調べとこう後で。身長な、はいはいはい。ずっと見てる。まあ一部大きさがね、ミヤちゃんとは全然違うから。先輩、何か言ってください。あ、ごめんごめん、つい見入っちゃったよ。嫌な思いさせちゃったかな。そんなことありません。先輩にならずっと見られても平気です。ははありがとう。まあ、おー、オッケーオッケー。あ、一個確定してんのか、あれも。いや、でも次のターン怖いな。どうしよっかな。恋愛が入ってて、で勉強やろあれ。運動、娯楽、食べ物、おしゃれ。意外とさえちゃんな、おしゃれ入ってたんよな。あの、何やったっけ、あの憧れ仲良しのルートで、確かなんかたまに入ってた覚えがあって、もしかしたらなんじゃないかなと思うんやけど。まあ恋愛行こうか。あれー、よかった。よかった。あぶねえ、今プレミしたかと思った。いや、まあ、実際したんやけど、今回ちょっと怖いから恋愛行こうと思って恋愛やろうとしたら十字旗を刺さっておしゃれ行ってしまったんやけど、入ったな。うちのクラスの女子って放課後にファッション雑誌をみんなで見てるけど、さえちゃんもそういうことってする？はい、おお、みやちゃんと一緒によく読んでます。へえ、そうなんだ。みやもファッション雑誌とか読むようになったのか。まあ、言うて年頃の女の子やからな。あ、よかった、マジでよかった。今のとんでもねえプレミしたかと思ったわ。いや、よかった。いや、じゃあね、運も味方につけたということで、アタック、はい、オッケー。何するやろなあ。もう言うてもスキルートやでな。さえちゃんは本当にいい子だよな。僕はさえちゃんに何をしてあげられるんだろう。先輩、はい。あ、ごめん、何かな。ちょっとお願いがあるんですけど。何やろ、お願い？はい。この手の中を見てもらえますか？手の中？はい。手を？こうかな？もうちょっと下からお願いできますか？大丈夫？これ廊下でやってるけど。大丈夫なことやんな？下から？こうかな？そんな感じです。
これで手の中を見るの？あ、はい、お願いします。見たけど。それでは目をつぶってもらえますか？何をやらされてんねやろこれ。目をこうかな。つぶったで、これは何なんだ？え一緒の反応したわ。どうなった？純一くん背高いからさえちゃん人が廊下なんよここあ、おでこにね。あ、なるほど。後ろに普通に人おるけどな。はい、一体何なんだってまあ可愛いけども。さえちゃん、先輩にデコチューしちゃいました。あ、デコチューっていう言葉あるんや。で、デコチューって？私が小さい頃にママじゃなくてお母さんがよくしてくれたんです。ああ、そうなの？はい、元気がない時とか寂しい時に優しくおでこにキスしてくれて。なんか海外のドラマとかでよくあるやつやなあの子供が寝る時とかにね、おやすみっつってお母さんがおでこにキスするみたいな、よう見るけど、なんかそういう感じ。あ、少しでも先輩に元気になってほしいから。さえちゃん、うまくいってよかったです。先輩、あんまり見つめられると恥ずかしいです。え？ああ、ごめん嘘です。嘘なんかい？え？嬉しいです。さえちゃん、私、そろそろ行かないと。失礼しますね、先輩。ああ、はいはいはい。それじゃあ、本当いい子だよな。なんでそんないい子が僕に、僕みたいな男に。さえちゃんの恥ずかしさの基準がよくわからんねやけどなんかあれかな、嬉しくなると周りが見やんくなるタイプなんかな。それか、あのデートしようって言った時にも抱きすぎてきたし、さっきもなんかちょっとテンション上がり気味やったから、そういうのでついつい見やんくなるんかな。で、そのもう一回やってもいいよな多分。やってもいいと思うんで見ましょうか。